はい、こんにちは、116インズです。今日はワールドシリーズ第3戦が行われまして、序盤に5点のリードを奪ったドジャースが終始流れを渡さず、6対2でレイズを下してシリーズ2勝1敗としましたね。今日のレイズの先発はチャーリー・モートン、プレーオフ非常に強いピッチャーなんですけれども、そんなピッチャー相手にドジャース初回にジャスティン・ターナーが見事な一発を放って、でその後も着実に得点を上げていきまして、あっという間に試合の主導権を握った、そんな印象の試合でしたね。またドジャースの先発のウォーカー・ビューラーも今日は6回1失点10奪三振とレイズ打線を圧倒しまして、打線が作ったリードをしっかりと守りきることができましたね。そんな中、今日はレイズの筒香嘉智選手が8回の裏に代打で登場し、ワールドシリーズデビューを飾りましたよね。まあ、結果はセカンドゴロとなってしまいましたが、日本人野手としては史上8人目のワールドシリーズ出場となりまして、まあ、ALCS ぐらいからかなりベンチを温める期間が非常に長くなっていたんですが、試合の展開が大方決まった場面での代打とはなってしまいましたけれども、まあ、ようやくですね、打席がもらえてよかったなというところですね。ただ筒香選手、以前動画でも挙げましたが、速いボールの対応にかなり苦しんでいまして、で今日も代打とはいえ8回裏に登場しましたので、どうしてもですね、それぐらいのイニングになってくると相手チームも5速球投げるリリーフをどんどん投入してくる、まあ、そんなイニングとはなってきますので、なかなか筒香選手の現状を考えるとタフな場面での代打とはなっていますよね。今日筒香選手が対戦したブルース・ダル・グラテロルも今季最速 101.7 マイルを記録している、まあ、めちゃくちゃボール速いピッチャーですので、よりによってここで代打で初めて出場かとは思いましたね。ただレイズからすれば筒香選手が速いボールへの対応に苦しんでいることが、今日のような試合展開が大方決まった場面での代打でしか使えない起用法が極めて狭い選手とはなっています。ワールドシリーズ第3戦までレイズはプレーオフ17試合を戦ってきましたが、このうち筒香選手が出場したのはわずかに6試合、さらに先発で出場した試合に限れば3試合しかなく、またトータルでも14打数2安打と結果が出ていない状況ですよね。筒香選手がこれほどまでにスタメンで試合に出られていない理由としては、やはりプレーオフまで勝ち上がってくるチームの先発投手となると、それなりにボールも速いわけですよね。実際レイズが戦った17試合のうち、こちらの赤字となっている先発投手は全員速球系の平均球速が93マイル以上を記録している選手たちですので、こういった選手たちが先発する試合、筒香選手見事にスタメンから外れていますよね。でさらに速球の平均球速が93マイルを超えている選手たちではないものの、筒香選手がスタメンを外れた試合、こちら大部分がサワンが先発した試合となっていまして、サワンが投げるケースでも筒香選手試合に出られていないということになりますね。 ALDS 第2戦だけデイビーガルシア、右投手でかつ平均球速が93マイル下回っている選手なんですが、ガルシアは実質的なオープナーでして、この後サワンの J ハップが登板しましたので、やはりですね、サワンが投げる際も筒香選手試合に出られていないということにやっぱりなりますね。ということで、右投手でかつ球もそこまで速くないピッチャーじゃないと筒香選手が先発できないということになっていますので、極めて限定された場面でしか現状筒香選手が使えていないということになりますね。なかなか現代の MLB で右投手で球が遅いという選手はかなり珍しくなってきましたので、こうなるとプレーオフで筒香選手が頻繁に試合に出るというのは現状だと難しいのかもしれません。こういった理由から現状筒香選手をベンチに置いておく時間が非常に長くなってきているレイズですけれども、ただレイズ打線はですね、ちょっとあまり状態は良いとは言い難いような状態なんですよね。このポストシーズン、ランディ・アロザレーナがポストシーズン最多タイ記録となる8ホーマーを放つなど大暴れしているのは皆さんご存知かとは思いますが、ただアロザレーナの前を打つバッター、特に 1,2 番の選手たちがちょっとこのポストシーズンを通してあまり活躍ができていないんですよね。 1,2 番でスタメン出場した選手の成績は打率1割8分6厘、出塁率は2割6分6厘と結果が出ていませんし、また ALCS 以降に限れば打率1割9分、出塁率は2割4分7厘と、本来塁に出てほしい選手たちが塁に出ることができていない、アロザレーナの前にランナーを貯めることができていないというのがレイズにとってはちょっと悩みの種となっているんじゃないのかなと思いますね。投手陣がドジャース打線を抑えることができれば勝負にはなると思いますが、今日のように序盤に5点を取られてしまうと、なかなか打線に反撃する力がないのが現状のレイズ打線なのかなと思いました。上位打線、特に 1,2 番が苦しんでいるレイズですけれども、ここに筒香選手のアプローチの良さを活かせないのかなと個人的に考えまして、ちょっと成績の方を見てみました。筒香選手、速球が苦手という話は以前もしましたが、実際レギュラーシーズンで93マイル以上のボールが一度でも投じられた打席では、85打席で打率1割2分5厘と、やはり速いボールへの対応というところはまだまだ課題が残る選手なんですが、一方でそういった打席でフォアボールは13個を選ぶことができているんですね。フォアボール率にすると 15.3% ということになります。
ますので、これはですね、なかなか選球眼の良い選手と言ってもいいぐらいのフォアボールの水準なのかなと思います。まあそもそもの打率が低いので出塁率に換算すると2割5分9厘と決して目立つ数字ではないんですけれども、ただ筒香選手速い球が決して見えていないというわけではどうもなさそうなんですね。少なくとも出塁率大体2割6分と考えますと、 ALCS 以降のレイズ打線の 1,2 番よりかは塁に出る期待値というところはわずかに高いのかなというところですね。ただ少なくとも現状のレイズ打線の 1,2 番と比較すれば、フォアボールの多さからして4打席に立てば少なくとも1回ぐらいはフォアボールを選んでくれるんじゃないかというところからも、筒香選手を起用するというのは全くありえない話ではないのかなと今回調べていて思いましたね。また左投手が先発する際、筒香選手現状ベンチとなっていますけれども、サンプルが少ないとはいえ右投手と比べて左投手の方が成績が実はいいんですね。まあ、37打数9安打で打率2割4分3厘。シーズン中の筒香選手の打率を考えますと、左投手はそれなりに打つことができているんじゃないのかなと思いましたね。また筒香選手に求められる選球眼の方も、左投手相手でも右投手と同じぐらいの選球眼は発揮していることが分かっていまして、対右投手のフォアボール率が 14.8% に対して、対左投手のフォアボール率が 11.8% と、まあ、多少下がってはしまうんですけれども、十分高水準ではありますので、左投手が先発したとしても少なくとも出塁という面ではチームに貢献できるんじゃないのかなと思いましたね。もちろんヤンディ・ディアスやマイク・ブロッソー、それからハンター・レンフローが本来の実力通りの成績を今残していれば、筒香選手を左投手相手に先発させる必要なんてないんですけれども、ただこの3人現状ポストシーズンを通しての成績という面ではあまり結果は出ていませんので、左投手相手でも筒香選手を出すという選択肢はやはりこちらも全くゼロではないのかなと思いました。ということで、この後の第4戦以降、筒香選手を何とか活かせないかと個人的に考えているんですが、ドジャースの第4戦の先発はフリオ・ウリアス、そして第5戦の先発は第1戦にも先発したクレイトン・カーショーと現在発表されています。筒香選手は対スピードというところがやはり問題ではありますので、今期の速球の平均球速 94.2 マイルを記録しているウリアス相手の先発はまあ難しいのかもしれませんが、第5戦のカーショー相手ならまだ可能性はあると個人的には考えているんですが、どうでしょうかね。レイズは第1戦カーショー対策として右打者を6人並べたラインナップを用意しましたが、カーショーにいいようにやられてしまいましたし、またカーショーから唯一奪った得点が左バッターのケビン・キアマイヤーのソロホームランでしたので、意外と左打者の筒香選手なら対応してくれるんじゃないのかなと非常に個人的には期待しているところなんですが、レイズのキャッシュ監督はどう判断するか、この後のシリーズも注目して見ていきたいですね。せっかく MLB1 年目でワールドシリーズの舞台までたどり着くことができましたので、この舞台でぜひですね活躍している姿を日本のファンに見せてほしいなと期待しています。ということで、今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。